でや。まだやろうというのか。もう諦めたらどうだ。ここで止めねえとまた世界を壊しに行くんだろ。俺は諦めねえよ。俺が諦めるのを諦めろ。やる気は十分だ。しかしだったらいい加減にしたらどうだ。後ろの足手まといをかばいながらでは本気を出せんだろ。誰かを守りながら戦うなど愚かだ。俺は仲間を守りてえだけだ。助けに来たぞナルト。遅くなってすまねえルフィ。それに悟空のおっちゃん、ボロボロじゃねえか。あいつそんなに強いんか。ああ強いってもんじゃねえってばよ。三人集まればどうにかなるとでも思っているのか。どうだろうね。けどやってみねえとわかんねえぜ。力なき者は消えろ。大丈夫か？それがヒーローか。誰かを守るために戦う。だがお前はどうだ。ただ守られているだけではないか。あいつの言うことなんて気にすんな。俺たちは仲間だ。仲間が助け合って何が悪いんだってばよ。仲間か。都合のいい言葉だ。お前は目障りだ。お前のような弱者はここにいるに値しない。これで分かったの。力なき弱者があがいたところで結果はこの通りだ。情けねえ顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかねえ。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれんぞ。ガーラ、逃がすんだ。しかしここは俺たちに任せろ。ガーラ、そいつを頼んだ。わかった、行くぞ。お前のせいじゃない。お前はよくやった。あの三人なら大丈夫だ。カインの力は強大だった。自分を責めるな。
オニキスブックによって悪意の種はまかれ、コズミックキューブには順調に悪意で満ちたエネルギーが蓄えられている。このまま行けば予定よりも早く現実世界とジャンプ世界の融合が果たされるわ。そしてついに最終段階の時を迎えるのね。その時こそ私たちキーマンが全ての世界を導く。残念ながら戦況は厳しい。各地に現れたベノムズたちによって多くの都市が壊滅的な被害を受けている。悟空、ナルト、ルフィという大きな戦力を欠く中、敵の戦力はますます拡大している。カインの目的は世界の破壊。そのためにコズミックキューブを集め何かを計画していることは間違いない。このまま戦いが長引けば戦況は不利になる一方だ。そこで一つの賭けに出る。敵の本拠地を見つけ出し一気に叩く。戦況を一変させるには思い切った決断も必要だ。敵の本拠地については僕の調査ですでに目星はついている。確証が得られるまでの間、みんなには引き続きベノムズの撃退に当たってもらいたい。顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかね。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれんぞ。マスター、行きましょう。